こんにちは。D ラボへようこそ。動画を見てくださってありがとうございます。今日も皆さんのお役に立てる情報をお送りしたいと思います。今回のテーマは、語呂合わせで覚えよう ×3.14 の計算です。円周率は3.14ということを学習すると、円周や円の面積を計算で求めることができます。 円周は直径 ×3.14 円の面積は半径×半径 ×3.14 の計算をして求めます。問題の数が多くなればなるほど3.14をかける計算って面倒ですよね。掛け算九九のように答えが覚えられたらいいのにと思いませんか ?1 から9まで覚えておけばきっと役に立つはずです。そこで今日は小数点の1も覚えられる とっておきの語呂合わせを考えたので紹介します早速1から順に見ていきましょう1ける3 1 4の答えは3.14ですこれは見ていいよです小数点をてと表していますこれから先も出てきますので覚えておきましょう見ていいよということで何かは分かりませんがとにかく許可が出たので 今度からは隠れなくても良さそうですね。2かける3.14の答えは6.28です。これは6.2はです。話の続きが気になりますが、とにかく6.2は何かあるようです。3かける3.14の答えは9.42です。これはくって4つです。 お腹が空いていたのでしょうか。笑顔で出されたおにぎりを4つ食べていますね。4×3.14 の答えは、12.56です。これは、いつって、五郎です。ちょっと答えが聞き取れなかったんでしょうか。五郎君にお母さんが質問をし直しています。いつからサングラスをかけ始めたのか、いつサングラスを外すのか、何を質問したかわかりませんが、お母さんの考えでサングラスをしているわけではないようです。 5×3.14 の答えは15.7です。覚え方の前に少し言葉の説明をします。小数点は英語で読むときポイントと言います。このことを頭に入れると15.7の覚え方はイチゴっぽいなぁです。何を食べたかわかりませんがイチゴの味がしたんでしょうね。イチゴを食べたわけではないようです。 6×3.14 の答えは18.84です。これは嫌ってばよです。これはもう絵から聞こえてきそうですね。何回も嫌って言いながらここまで来たんでしょうね。7×3.14 の答えは21.98です。これは2いってキューバです。キューバの順位を聞いたときにわざわざ人に聞いて答えてくれたようです。 親切な人ですね 8×3.14 の答えは25.12です。これは双子っぽい一郎二郎です。ここで気をつけないといけないのは一郎二郎は1626ではなく12だということです。郎は心の中でそっと言いましょう。双子っぽいということは双子ではないのでしょうか気になります。 9かける3.14の答えは28.26です。これは庭っぽい風呂です。確かに庭のようなお風呂がありますね。露天風呂のようにも見えますが、近所の家の視線が気になるのでしょうか？あまり嬉しそうではないですね。10にかける計算は1にかける計算の答えを知っていれば覚える必要はないのですが、おまけとして10まで紹介します。 10まで知っておくと例えば15だったら10と5というふうに分けて答えを足せばいいので便利ですよ。10×3.14 の答えは31.4でです。す。これは、サイってよです、何かのイベントで「今日のゲストはサイってよ」と聞いて集まったのでしょうか。サイが登場したのを見て「サイだ!」と喜んでいる場面のようです。 さて、ここまで3.14をかける計算の答えの覚え方を紹介してきました。多少無理やりでしたが、皆さんの記憶に残ったら嬉しいです。少し真面目な話をすると、3.14をかける計算は3の段の九九の答えに近いので、この語呂合わせの文を覚えていても、何にかける計算の答えだったかが分からなくなったときは、3の段の掛け算の九九の答えの中から、近い語呂合わせを思い出すといいですよ。 さらに覚えやすくするために3.14をかける計算の歌を作ったのでよかったらそちらの動画も見てください可愛い声が出せなかったのでカラオケバージョンも用意していますみんなで歌って覚えましょう最後まで動画を見てくださってありがとうございますこの動画が面白いと思ってくれた方はいいねやコメントをお願いしますこのチャンネルでは皆さんが学習する中での様々な謎や疑問をできるだけ解決していきたいと思っています また、日常生活で使える小ネタなども紹介していますので、よかったらチャンネル登録もお願いします。学習内容や小ネタに関するリクエストがあればお気軽にコメントしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。